皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。令和2年もですね、残すところあと2日という感じのなってるところなんですけれども、今年もまたですね、化石の総括をやっていきたいと思っています。で、まあ今年はですね、例の感染症の関係で3月、4月、5月っていうのがですね、ほとんど、発掘に行けてなかったんですけれども、今年はですね、アムネセンターに通った日数が57日ということで、1日体験発掘は2回あって、8月は1日4回とかあったわけですけれども、単純に2倍すれば今年やった体験発掘の回数になるかというと、ちょっと天候とかで、中止になったり、あとは8月とかは人数制限がありましたんで、それでちょっと引っかかっちゃって、体験発掘ができなかったりっていうことがあったんで、単純にその倍にした回数ではないとは思うんですけれども、57日全体に通ったということは、年の半分くらいは、アムネセンターで週末を過ごしたということになるかと思うんで、結構いけてたかなと思います。はい。で、今年の化石の総括はですね、一応年の最後ということなんで、せっかくというかですね、ちょっとお酒をいただきながら化石を見ていきたいなと思うんですけど、まず今日の飲み物はこちらです。はい、黒霧島ですね。はい、芋焼酎になりますね。はい、こちらをですね、ロックでいただきたいと思います。はい。で、酒と魚に化石というタイトルになってますけれども、ガチでそのカスをこうかじって食うわけじゃなくてですね、アンモナイトは豚足類という、イカの仲間ということで、こちら、はい、刺身のスルメイカ用意しました。はい、こちらをちょっとね、酒の魚にしたいと思います。スーパーで買った安いやつなんで、そんなにいいもんではないですけど、はい、酒だけ飲むとね、悪酔いしちゃうんで、先ほど魚ということで、すぐに概要にしました。はい、ではまずグラスに氷を入れまして、こんな感じですかね。では注ぎます。それでは皆さん、今年もお疲れ様でした。乾杯。芋焼酎ってね、独特の風味があるかなと思いますけれども、ちょっと、とろっとした、ちょっと甘みがあって、最後にこうキリッとしたね、後味っていうのがね、ありますけれども。ちょっと久しぶりにロックでいただきますね。はい、じゃあイカ刺しもいただきます。で、今年のざっくり化石の取れた傾向といいますとですね、アンモナイトもそこそこ取れたし、サメの歯も、結構取れたし、いい感じの1年だったんじゃないかなと思うんですけれども、何よりですね、本当に1年の、2回目くらいでしたですかね、その体験発掘で、初の、没収を出すことができたということで、化石掘りにとっては没収というのもね、誉れですから、非常に名誉なことなんで、嬉しかったんですけれども、逆を言うと、その
ね、年の初めにしかちょっとね、という募集が出せなかったんで、まあ、それが唯一になっちゃったんで、まあもうちょっとね、こうキリッとした大物が出せればよかったかなと思うんですけれども、まあそこはですね、来年のまた目標にしたいですね。はい、なので今年取れた化石が、まあ一応袋に入って、この辺に入ってるわけなんですけれども、まあ結構歯がサメの歯が多かったかなっていう感じもするんですね。でまあこれまであんまり出してなかった、ちょっと珍しいサメの歯なんかも結構出てまして、中にはですね、まあおよそ肉眼では見えないようなこちらのヒボドゥスっていう、サメの歯ですけれども、まあちょっと前の動画でもちらっと出してるんですが、一応これ袋の中に入ってんですけどね、入ってんですけど、このまあ袋のこの隅っこのところに入ってるんですけど、まあこれ、まあ見えないと思うんですけど、本当にもうあの60倍とかのルーペで通さないとちょっと見えないんですけどね、本当にもう1ミリ以下くらいのサメの歯とかも取れましたし、まあ結構今回、今年はねこんな小さいけども、まあ、結構レアなサメの歯が出てます。はい、というわけで、今年の化石のですね、ベスト3をこれから発表してみたいと思うんですけれども、まずは第3位ということでこちらですね、はい、ユーボストリコセラスですね、アモナイト、異常巻きのアモナイトですけれども、まあ、この袋の中に入っている状態ですね、ちょっとバラバラになっていますけれども、まあ、ユーボストリコセラスといいますとですね、こういったちょっとトグロを巻いて、いるアモナイトなんですけれども、まあここに入ってるものがこう綺麗にこうつながってるものかどうかは分かんないんですが、まあ大きさからするとこう下からこう太くてだんだんこうちっちゃくなっていくっていう感じでこう出てるので、まあおおよそこうつながってるものなのかなっていう感じはするんですけど、まあそれのまあ5段ですか、5段こう渦巻いてる感じのものが出てるので、まあ結構いい状態なのかなと思いますね、これね。はい、続いて第2位は、はい、こちらです。じゃじゃんと、はい、まあこちらはですね、まあ代表的なアンモナイトの一つでありますアナゴードリセラスの、半身、大体半分だと思うんですけどね。はい、まあ、この殻の太さの向きからすると、こっちからこう巻き始まってこうなってたんだと思うんですけれども、まあこれなんで半分しかないかというと、まああのここの半分から、まあ下のところはですね、地層の中で地下水が侵入した部分にこうかかってまして、まあ、地下水が侵入した部分にこうかかっちゃうと、まあ、地下水の酸化の作用で、まあ、こういう殻の薄い化石なんかはその化石自体が溶けちゃってなくなっちゃうということで、まあ、この半分しか残ってなかったんですけど、まあ、掘り出した時はですね、まあ、この、まあ、真ん中のこの空いてるところとか、まあ、ちょっとこの殻のこっちの口の方も若干こうかけらとしては残ってたんですけど、まあちょっと修復がちょっと難しかったんで、まあこの半分しか綺麗には残ってなかったんですけどね。はい、まあこのサイズのアンモナイトになると、まあ完全に綺麗に残ってたとすればですね、まあ結構大きな、まあ15センチ直径ですねくらいのサイズにはなってたんじゃないかなという感じですよね。まあ
こっち側はちょっとね、あの殻の表面がこう剥がれちゃったりしてるんですけど、まあ6話は見えますけどね。で、裏側はまあ結構綺麗にこう殻の表面も残ってるという感じだったんですけど、まあ何せ半分しか残ってなかったんで、まあちょっと残念かなと。で、まあこれもしね、完全な形で残ってたらばですね、あの持って帰れなかった、まあ、没収になってたかもしれなかった、あ、もうあれですよね、これね、はい。さて、栄えある第1位はですね、はい、ババンというわけで、お見せしたいんですけれども、まあ、さっき話にちょっとちらっとありましたように、没収と。いうことがありましたけれども、今年の1月の、まあ、第2回目、まあ、今年の第2回目の体験発掘だったかと思うんですけれども、ポリコチルスというですね、首長竜の一種、まあ、首長竜といってもあんまそんなに首が長くない、首長竜の仲間の化石だったんですけれども、その歯がですね、出たわけなんですけれども、まあ、写真としては、まあ、こちらになりますけれどもね、はい。まあ、歯っていうのは化石としてはまあちょっと黒っぽくなって出てくるものだったんですだと思うんですけれども、まあ、こちらもちょっと、まあ、白っぽいままの歯という感じで、出てきたんで、ちょっとまあびっくりしたんですけれども、まあ初めて、首長竜の歯の化石を出すことができたんですけれども、まあ、この歯を出した場所がですね、まあつい最近ずっと掘りまくっている場所と大体同じ場所なんですけど、まあ最近はあんまりこうそういった首長の歯に出会うことがないんですけれども、まあいつも、体験博士でお会いする常連さんがですね、その先月の3連休の時ですかね、まあ、11月の3連休の時に、どう見てもこれは間違いなく、首長の歯なんですけど、先端がちょっとなくなっちゃってる状態、この根っこのところだけが見つかって先端が飛んじゃってる状態ということだったのが、まあ非常にいい、ね、残念だったのかなと思うんですけれども、まあ、すぐそばで自分を掘ってましたんで、まあ、できれば今年第2号の募集が出せるようにその組長を出したかったんですけれども、まあ、自分のところにはちょっとね、そのチャンスは巡ってこなかった感じですね、はい。まあ、その他にもですね、結構いい感じの化石は出てまして、まあ、こちらヤーディア、まあアムノシセンターの竹博士で見つかる、まあ、二枚貝としては一番大きいものなんですけど、まあ、この、まあ、去年ですね、見つけた、もっと大きなヤーディアがこちらなんですけれども、まあ、これに比べちゃうとちょっと小さいんですけどね、まあ、結構綺麗に、こう、ね、表面の感じが残ってるやつですよね。はい。まあ、この、6の感じだけ見ると、ちょっとアンモナイトと勘違いしそうなんですけども、まあ、この辺の、貝の表面ですね、こう筋がこういう風にこの6とは交差するようにこう入ってるんで、まあ、これを見ると、まあ、ヤーディアだなということが分かるわけですね、はい。まあ、その他にもですね、こちら、まあ、スコーラスというサメの歯ですとか、こちらは、まあ、エイの歯の歯根部分かと言われ、思われるんですけども、まあ、この A の歯の歯根とか、スコアリコラックスという、まあ、サメの歯と、それから、まあ、クレトチシリナとかのサメの歯、そして、まあ、スカパドリンクスというやつサメの歯で、まあ、結構大きいサイズの歯が出てきましたり、まあ、そこそこサメの歯もですね、まあ、いろんな種類の歯を出すことができましたね、はい。というわけで、まあ、今年の化石のベスト3だったんですけれども、まあ例の感染症がですね、今ちょっと第3波を迎えているところですけれども、
まあ、来年はですね、それがどういう感じに推移していくかによっては、もしかするとまたね、大金アクセスができなくなってしまう可能性もあるんですけれども、まあ、来年はですね、さらにまたいい化石が取れるようにですね、まあ、1月2日から大金アクセス来年は始まるわけですけれども、まあ、さらにいいものが取れるように頑張っていきたいと思っています。はい、というわけで、まあ、今年も創作力チャンネルですね、高評価、それからコメント、そしてチャンネル登録の方をいただきまして、いろいろありがとうございました。また来年もですね、よろしくお願いしたいと思うんですけれども、まあ今年はですね、これが最後の動画になるかと思いますので、来年もですね、よろしくお願いいたします。というわけで、最後まで動画でご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた来年も創作意欲チャンネルをよろしくお願いいたします。それではまた。